あランスの会の三国テム動画でごごござざいいいまますすつもご視聴ありがとうございます今回はですねまた寅さんがね行かれた動画を作ってるということでそちらの方を見ていきたいかなと思うんですけども今回はですね「小生代を育てていく」という動画を作られておりますで今回のアップデで「小生代が2つ追加で作れるようになったということですねそれを踏まえて一応その新たにゼロから 小生代を作っていくという動画なんですけどね。見ててね。もうツッコミどころが満載でしたので、今回ぜひ紹介させていただけたらなと思います。そうしたら早速ですが始めていきましょう。俺このええね。ao。昨日まで6 0だったんよ。はい、早速問題発言いただきました。ありがとうございます。 先日まで栄誉が600だったと言ってるのにたった1日で今見てもらったらわかると思うんですけど栄誉が5100失礼5万1385になってますよね。えっと 栄誉ってそんな手に入るもんじゃないですよねどうやって手に入れてんのっていう話やと思うんですけどこんなもんってね日々コツコツ貯めていくもんやと思うんですけどねここからイかれたですね栄誉の貯め方というのを見せていただけるのでそちらの方を見ていきたいと思いますうんこれ毎回違うこの他の商品代上げてたからほぼほぼなかったんだけど今日はさねえこの 一生懸命こうやってはい、今見ていただきましたか今非常に困った問題行動が見受けられたんですけども、お気づきになられたでしょうか今、探索例今、百になってますよね。これをね、一万元法でね、凍てるんですよ。何のためらいもなく、一万元法、ポンと入れて、凍てるんですよね。ちょっともう一回見ましょうか一生懸命。 こうやって、一生懸命、こうやって、一生懸命、こうやってはい、一生懸命感、全くなかったですけどね、いやー、探索例なんか、僕、原稿で凍ったことないですけどね、っていうか、一括で1万原稿を使うなんてことを。 他の部分でもででもきるかかかななななこれなかなかないですよね僕は少なくともなんかその800原稿ずつとかああそうかチンコ痕ン跡なんかで2400原稿っていうのは一括で使ったことはありますけど一括1万原稿で探索例を買うというね虎さんクラスの人ってみんなこんなことをしながら小生代上げてるんですかねとんでもないですねそしたら見ていきましょう 領土探索して、うん、ねっこうやって増やしてったのよ。うん はい、またやりまましたよまたよ1万原稿を突っ込んで、えー、っと、栄 <laughs> を貯めようということなんですけどね、いや、1万原稿って多分、金額換算したら1万5000円ぐらいやと思うんですよ。それを鼻かんだティッシュを捨てるぐらいの勢いで、ポン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 突っ込んでいくというね、いや、まさに狂気だなと思うんですけど、で、僕、ちょっと、ちなみに数えさせてもらったんですけど、87、えー、探索例使って、 増えたそのえっ、ー、と栄誉ですかの数字っていうのが5225だったんですよね。なんでいやーすごいですよね1万原稿近く使って栄誉って5000ぐらいしかたまらんのですよ。つうことは、えー、この5万栄誉に貯めるまでにいくら使ったのかっていうのを。 皆さん、ぜひ頭の中で計算してみていただけたらなと思います。とんでもない男です。で、僕がこのままね、動画をずっと一緒に見続けて、トラさんが星3小生代を作れるのかどうかっていうのを見してしまったら、まあ、何の意味もないかなと思うんで、こっから先っていうのは是非、ぜ、え、ひ、ー、トラさんの動画を見ていただけたらなと思います。リンクの方は概要欄に貼ってあるので、 一体いくら使って作り切るのかもしくは途中でやめてしまうのかこの辺を注目してですねこのえげつない小生代の上げ方というのをですね見ていただけたらなと思うんですけども最後にですねすでに持っている小生代の内訳ですねのパーセンテージっていうのもね見してくれてるんでそちらの方だけちらっとちょっと見ていきたいと思いますあとはこの1個ずつ内訳を見せていきましょう。 はい小生代の、えー、このパーセンテージ、精錬増加というところですね、ここの部分って、他の人が見ることできない部分なんですよね、なんで、こう作ってる人のその動画とか、まあ、画像なりを見ることでしか確認できない部分ですけども、これ、勝 <laughs> 因属性5、5%から20%のところのソケットの1から4になってるんですけど。<laughs> <laughs> 全部マックスですよ。全部20にしておりますこれを引くのに一体どれだけまあこれは一番最初のところなんで破群例だったっけちょっと名前忘れましたけど一番たまりやすい例の部分ではあるんですけどねかというてここでいつまでも連打して20が出るまでなんて ことをやらんかったらこの総教価値700オーバーみたいにはならんみたいですね恐ろしいな小生代空ら1個も上がらんのは僕の動画でねやみをお見せしますということで小生代レベル上げていく動画っていうのも作っていったんですけども 桁が違うわ。そら、こんぐらいせんかったら、その強い小生代って作れないんだな、ということをね、痛感いたしました。いや、そら、恐ろしいですけどね。なんで、こっから先ですね、他の、まあ、ソケットが何パーなのか、みたいなのはですね、トラさんの動画を確認してえ、楽しんでいただけたらなと思います。いやー、壊れてますね。<laughs> 恐ろしいわ。まあ、ただ、この勢いで上げれたら楽しいでしょうけどね。 いやー、真似できない豪快さと言いますかね。いや、もうなんか、猛章っていう名前つけてますけど、もう、強章とかに変えたらいいんじゃないですかね。<laughs> いやー、もう、狂ってるとしか思えない動画でした。はい。そしたら、今回の動画が面白かったとか、ためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あと、ツイッターのフォローと、えー、トロさんのチャンネルの 登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ツイッターのリンクと、トラさんのチャンネルへの概要欄を、えっと、リンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。